クイズの時間です、はい、今回は埼玉県に関するクイズを出します。問題よく聞いて答えてください、はい、第1問です、うん、県内総生産が約21兆円で国でいうとボスニア・ヘルツェゴビナの GDP と同じくらいの県はどこ？はい、埼玉県。正解です。よっしゃー。人口はおよそ埼玉県。問題を最後まで聞いてください。はおよそ732万人で国でいうとイスラエルの人口と同じくらいの県はどこ？はい、はい、橋田さん。埼玉県。正解です。すごい。でも人口少なくない？あんな大きな県はね。最後は映像問題です、これはどこの、人口ピラミッドでしょうか？はい、橋田さん。埼玉県。正解です。埼玉県の人口ピラミッド。そんなのカップケーキみたいなの？埼玉県に詳しいのは橋田さんでした。イエーイ、埼玉県のみんな大好きだぞ。